キャプテンスのバイブルトークです、えー、今日は2月4日木曜日ですけども「第1テサロニケ、えー、5章12から28」最後のところですね、えー、パオロの、ま、リモートワークということでリモートメッセージというかね手紙その当時のね当時としてはリモートですリモートって遠隔っていう意味ですからあのどうしても伝えたいことがある。 で,でも行くことができない会うことができない今と本当に同じ状況の中でパオロが、えー、書いた手紙ですけども今日のとこが多分ね一番大事なとこだと思います。えー、なぜかというのは後でちょっとねやりますけども、えー、12節から「兄弟たちはあなた方にお願いしますあなた方の間でロークし主にあってあなた方を指導し訓戒している人々を認めなさい」。 その務めのめ上に愛ををって深い尊敬を払いなさい。尊敬払なさお互いの間に平和を保ちなさい。えー、兄弟たちあなた方に勧告します。気ままなものを戒め昇心なものを励まし弱いものを助け全ての人に対して寛容でありなさい。誰も悪をもって悪に報いないように気をつけお互いの間でまた全ての人に対していつも善を行うように努めなさいと、えー、ありますけどもまず兄弟たちへということでまず最初。 リーダーーダを敬えと、えー、あなた方の間でロークしてているで人に主にっ人これ「指導」っていう言葉がプロステーミという言葉でヘブル語で、えー、ヘブルギリシャ語で前を向く前を歩くだ前を歩くつまりリーダーですね代表して一番先頭を走ってる人先頭を歩いてる人であなた方の間でロークしている人を、えー、敬いなさいと。 で訓戒してる、ね、時にはこう、ね、こう指導訓戒っていうのはあるかもしれませんけどもそれのいう人たちに対して、えー、の教えがありますで愛を持って深い尊敬を払いなさいお互いの間には平,平和を保ちなさいということでこの「主にあって」っていうのが大事ですねあの。俺の言うことを聞けって言ってるリーダーだったらちょっと違いますけども主にあって指導主にあって前を歩いてると。えー、主にあってといいいううううのののははどこなか ね、あのゆっだからすごい自分にね何でも自分によくしてくれる人がまあね上司にいたらすごくいいかもしれないけどもでもその目的がね間違ってたとしたら全体の目的、えー、会社だったらね、あのー、会社自体の売り上げとかそんなのないかもしれないしもしかしたらもっとねこう世界平和のためにやってる人もいるかもしれませんしただ私たちの教会というのはどこに行こうとしているのか。 えーね、それだけでもねいろんなあのものがあるかもしれませんけどもただもう一つ言えるのはパオロはこうね手紙書きながらリーダーを敬えつまり俺っていうことも含めてね、えー、言ってるとうまいねあれですけどもで次にですねあなた方に勧告しますと次はね横の関係横の関係として リーダーダ弱いものはもちろんなんですけど横の関係として気ままなものを戒めなさい昇進なものを励ましなさい弱い者を助けなさい全ての人に対して寛容でありなさいとお互いの間そして全ての人に善を行いなさいということで、えー、そういうことを言ってますね。人間関係で次にですね有名なところで入りますね5章16節から「いつも喜んでいなさい絶えず祈りなさい全てのことについて感謝しなさい」。 これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。御霊を消してはいけません予言をないがしろにしてはいけませんすべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい悪はどんな悪でも避けなさいと個人的に一人一人にいつも喜び絶えず祈りすべてのことに感謝しなさい、ねえー、精霊についてまた予言について、えー、でもね あのー、私は精霊もね威厳予言も私はのあると信じてますけどもあの見分けなきゃいけないとね本当に良いものを固く守りなさいということを言ってますで悪は避けなさい、えー、これね、あのー、今こう言ってきたところですけども五章パウロの手紙の特徴があって特にこの第一者様に特徴があって五、えー、章12から24今のところ見ていくとまずね 上司との関係リーダーとの関係あのねあのリーダーを敬いなさいつまり上との関係っていうところから始まって次に横との関係えねありましたね。気ままなものだったら戒めなさい正真なものだったら励ましなさい弱いものは助けなさい全ての人に対して寛容でありなさい横との関係もしくは自分のもう下との関係人間関係ですね。 人間関係これねあのさっきの気ままなものを戒めるって大変ですよ。で昇進なものを励ますのはまあ結構ね得意な人は得意かもしれない。で弱いものを助けるにはやっぱり自分の時間をつかなきゃいけない。で寛容さってのはすごく難しい。何か言われたり何かされた時に寛容であることえ善を行うことってすごく難しいです。悪を行うことは結構簡単かもしれない。やられたらやり返す倍返しだみたいなね。 これそうですね悪に対して悪に応える。簡単です簡単ですみんなやりたいと思ってますけども、寛容に善で返すってことは難しいんですけどそれをしなさい、えー。そのトレーニングが私たちは人と人の間で、えー、あるんですね。だからめんどくさいんです。だからこの,あのテレワークって楽なんですよ、結構ね。楽、楽でもないな。えー、でも、人間関係っていうのはそういう、 あのー、自分の思うようにいかない相手、自分と意見の違う相手との関係の中で、えー、成長していくもんだと思います、えー。で、これトレーニングできる場所ね、あのいろんな場所があると思います、えー。どんな場所でもね、人がいる限りトレーニングになると思います。で、これね、あのー、パウロちゃんとね、こう計画的というかね、上との関係、横との関係、自分自身のね、こう気持ちの 問題これああこう,うこ,こういう順番前にもあったなと思ってね見たら4章4章では、えー、まず4章1節から12節まで見るとまず自分が清くなりなさい自分が清く保ちなさいっていうのが最初あって次に兄弟愛ね用途の兄弟で次は上司じゃなくて 外の人々他の人々周りの人々に対して自分たちの兄弟姉妹つまりねその例えば教会の中とか会社の中とか家族の中だけでなくてもっと外のの人たちに対してのことが4章に書いてありますねでここでこっからなんですけど前私ねここにねあれこれってもしかしてと思ってちょっと探してったらこれキアスマス構造になってるじゃんってことがねこれすごい自分で発見したあのね 調べれば出てくるかもしれないんだけども、自分で発見するってすごいね。ワクワクしますよね。なぜ気づいたかと言いますと、上との関係、横との関係、自分の関係とい外から中にこう来ている。ね、最初五章だったのに、四章は自分から兄弟愛。周りっていうふうに、逆になってるんですよ。あれ、逆だなと思ったら、あれ、これって、こうね。こう、気休ます。X. ですよ。気休ます。構造になっているのかなと思って。真ん中見たら、あ、やっぱりそうじゃん。 真ん中に何があるかと言いますと4章13節から5章1節に何があるかと言いますとキリストの再臨とと救いいいにつてて書かれているところですね。これよく考えるとあのすごいねあのちょっと変な書かれ方してるんですよ。だってパウロが最後にって言ってこのね人間,間あの兄弟たちえま4章終わりにって言ってこの「 周りとの、ね、関係の話をしたと思ったらその真ん中に急に再臨の話が出てきて再臨の話で終わ,るか終わるかなと思いきやまた人間関係の話になってったと。これまとめろよパオロと思うじゃないですかち,ょちゃんとね文脈としてちゃんとまとめて一つ一つトピックをあっち行ったりこっちで飛ぶなよって思ったんですけどもそういうところに実はキアスマス構造っていうのが隠されている。 ということで私、久しぶりに、ね、これ興奮したんですよね、これ見て自分で。俺、すげえと思って、ちょっとね。えー、で、まあ、誰か多分もう見つけてるんでしょうけどね。えー、で、最後、えー、パウロはこの祈りと励ましで終わります。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエスキリストの再臨の時責められることのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように、あなた方を召された方は真実ですからきっとそのことをしてくださいますということで、えー、祈り、 ままずは相手に対すする励ましです聖なるものとしてくださいますようにそしてゴールキリストの来臨再臨そういうゴールがありますよあなたたちの目指すゴールはそこですよ、ね、希望がありますそしてもう一つあなた方を召された方は真実召された方っていうのはねイエス様ですよ私たちの親分ですもう私じゃないとパオロじゃないと私たちのもっと上にいる親分に任せておけば大丈夫だときっとそのことをしてくださいます そういうい、ね、励ましを最後にしますでさらにその後25から「兄弟たち私たちのためにも祈ってください」「すべての兄弟たちに聖なる口づけを持って挨拶をなさい」「この手紙がすべての兄弟たちに読まれるように主によって命じます」「私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にありますように祈ってください」えー。すごい強い強あのね ここれこそ励ましになると思いますあのいや私たちあなたにね祈られる立場ですよってもしかしたらねそのこう普通の信徒さんたちがこの大伝道者大伝道者っても変ですけどもパオロね、あのー、私のために祈ってくださいって言うけどもパオロの方から私のために祈ってください私これスマ、あのー、にアる時よく聞きました祈ってくださいってね校長先生とか周りの本当に私から見たらね、あのー、こう雲の上のような存在の人たちが。 全然違うんだけども、あの一緒にご飯食べたりするんですけどもでも祈ってくれっていう時に本当にこうね、えー、あ力本当に祈りは力があるんだなって逆にね感じますでそれでフェゼルの兄弟たちに挨拶、ね、口づけ私は口づけしませんけどもでも交わりが大切です今交わりが本当に断たれてますけども交わりが断たれるとだんだんねあのこう何て言うかな あの先だって期待しますのでマジで用ししなさいとであもう一つこの手紙ねこの手紙をこのねこれをシェアしなさいねまあ、他の人たちも今で言うとこうねシェアしてくださいねチャンネル登録してください、えー、コメントくださいと言ってませんけどもそれを主によって命じますここでねさらっと命令していますこの手紙このねメッセージこの教えをいろんな人に一人でも多くの人に 全ての兄弟たちに読まれるようにシェアしなさいって言ってます。で最後はやっぱりこれですね。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方の共にありますように。God bless you ですよ、ね。God bless you ですよ。Jesus loves you ですよ。あなたと共に God be with us ですよね。私たちと共にあります。あなた方と共にあります。っていうメッセージで、えー、まあ祈りで祈りとこうね。 鳥なしの祈りです、ね、鳥なしの祈りをしてくださいっていうことで、えー、終わるんですけども第一手、たぶん2ね、すごいね,、あのー、これね、パオロ、いいですね、手紙一つでこんだけ熱くなれるっていうか、まあ、俺が勝手に熱くなってるんですけども、えー、やっぱパオロ、最初なんかおとなしめの手紙だなと思ったんですけども、やっぱりね、いろいろぶっこんできましたね、パオロね、さすがだと思います。 はいといととうことでまた民衆議に戻りますけども、えー、今日ここまでで、えー、ごきげんよう。